か。こちら持ってください。はい、じゃあこちらです。一緒に取るください。できませんでした。すごい嬉しくて、
ハグしたい気持ちは山々だったんですけど、でもあんまり考えて今まで自分はプライベートでハグしたことがないので、なんかその内村さんが本当に帰ってきてくださってたっていうのが嬉しくて、ただ固い握手は交わしたんですけど、本当にあのなんか稽古場に内村さんがいてくださるっていうだけで、まあ、全然雰囲気も違いますし、まあ、このモーツァルトも12年間ずっとお父さんを演じられてるんですけど、やっぱり内村さんがいてくださらないと完璧に始まらないなと思って、すごい稽古場の初日は本当に嬉しかったですね。しかもさらにあのなんか前会った時よりさらに元気になって軽やかになって帰ってくる。やっぱりこの人どうなってるんだろうなと思って、なんかねエネルギッシュになって帰ってこられたんで、どうなってんだろう内村さんの中はって思うくらい嬉しいです。前より元気、元気ですね。もうあの変わらないですけど、もうあの僕は本当にもう嬉しすぎて、ちょっと思いが溢れすぎて、講習稽古終わった後にエースからプリフィンスから本当の親子のように見えたって言ってくださったのが本当に嬉しくて、そういう思いで今回のステージは皆さんの気持ちを作り続けていきたいと思ってます。女性陣は皆さん初参加ということですけど、雰囲気どうですか？いやもうあの圧倒されてます。やはりもうずっと愛されて5回目ですか今回やっているので、あのこのカンパニーが早くなじまなきゃなじまなきゃっていう思いで、もう私本当に寝れなくて毎日もうコンスタンツェは朝何を言い出してるんですか。朝まで寝れないっていう役なんですけど、もう本当にそんな感じになっちゃって、もう私はもう気が付かないっていうか、もう今日も私初日じゃないんですけど本当に緊張して、もうついていこうっていう気持ち。そうですね、お父さんと子供たちという感じですけど、この子供たちはどうですか、市村さん。いや、本当にね、素晴らしいです。歌もさることながら、人間的にもすごく素晴らしいです。今時のね、若い人がこんなに素晴らしいとはいないですよ。もう、うちの息子にはもっと素晴らしいな。長男がですね、おなかの中にいるときにこの曲を作ったんですね。でも生まれてからもまた見に来てるんで、僕もこの2人に負けないぐらいのいい声です。自由だと言ったってくれる。2人ともすごいあれですよ。かわいい、かわいいね。井上さんファイナルだし、次は草村さんっていう気持ちも終わりでしょうが、次は内村さん、内村さんたち。そこまで頑張ってやりたいけど、息子さんがゴルフやるまで。そうですね、一緒にできると思います。いや、その前にアマで。アマで。うち二人いるんでね、お兄ちゃんを持った後に、下はアマでみたいな。本当に改めて今感謝の気持ちを伝えたい人って誰ですか？いやもう全ての方ですけどもね、まあ今日はこういう格好してますからね、劇場に来てくださるお客様、それと今までずっとこう応援してくださっていた
って言うとまた井上さんに失礼ですけど、ね、そうですよ、複雑な思いになりますね。夫婦の、はい、いや憧れますね、やっぱり木村さんのように家族大事にされて舞台でもこうやって生きているっていう姿を見るとすごい憧れます、ね、はい、いやそうですね、一番そうですね、まあ、先輩なんで先輩じゃ決まってないで分かったなって思います。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。最後に一言で、はい、あ、井上さん、ファイナル、はい、お気持ちを、ファイナル、あ、そうですね、一応今回で卒業させていただくということではあるんですけど、でも、まあ、初日を迎えるというか、その新しくこう再演でも、公演を始めるというのは毎回変わらない気持ちですし、も言いましたけど、このメンバーでできることはどっちにしても最後だと毎回思っているので、本当に一回一回の舞台をよく言いますけど本当に最後だと思って、当たり前のように僕たちやってますけど、でもそれが普通のことじゃなくて毎日毎日が特別で奇跡が起きているようなことなんだと思いながら2ヶ月半このモーツァルトやりたいと思ってます。次はリターンでしょ。リターンでしょ。リターンでここでリターンって言っちゃったらなんかもういろんな人に怒られちゃう。リターンしてほしいって言われるぐらいのファイナルしたいと思います。ありがとうございます。本当に、応援してくださったファンの皆様、劇場に足を運んでくれるお客様に非常にご心配をおかけしましたけれども、まあ、今日から復帰ということで、これからしばらく休みのないまた人生が始まると思いますが、前のように無茶をしないで半分ぐらいの時間で精一杯やれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。